なんだ、ね、このおじ散歩みたいなところは。おじ散歩。45歳3人と20歳の娘。あ、めっちゃ明るくていい感じですよ。そう、はい、おはようございます。天気悪いや。だけどなんか光漏れはいい感じ、2人とも。そう、本日はい、あのちゃんと、はい、俺とキノピーと、はい、バナナマンのミオで、はい、長野県に、はい、行きます。行っちゃいます。ちょっと内容はまあ後からお楽しみかな。だから相当すごいんでしょ、その別荘。行っちゃっとるよ。あ、そうだ。あ、だけど、見とか言ってんじゃん。どうなるか。結構綺麗なんでしょ。見よう、見なんでしょ。おはようございます。おはようございます。はよー。多分この、今のでみんなが元気出たとかまたコメントくるから。じゃあ俺は、おはよう。多分坂本ちゃんのやつで。そう。おい。じゃねえぞ。どうなっとんだ、それ。いや、坂本さん大人気なんで、この前の私の動画でも大人気でしたもん。仕事とはいえちょっと楽しみだな。だからちょっとあいにくの雨だけど。そうです、明日も雨だし。だ、ね、ちょっと外はもう撮ってあるよ。超雨。今もう寝てますよ。寝たふりで。寝るし、あーもうするか寝るかやることね、もう。確かに確かに駐車が高いほど、坂本ちゃん言ってしまった。坂本ちゃんはあれだよ、はい、運転しないと怒る。あ、俺運転しないと落ち着かないから。運転したいタイプ。こんな遠い距離でもですか。あ、もうずっと運転できるの。だって彼女と北海道行って、どっちが運転したいかで喧嘩するぐらいだね。彼女さんも運転したい。そう、運転したいの。だけど俺運転変わりたくないから。そのね、その彼女のペダル使っていいの。はいよ、全然さ。あ、そうなんだ。いらっしゃい。よいしょ。さあ、飯食いましょう。はい、さあ、着きました。そうか。あとはもう一人でやられた。場所はどこでもいい。こっちかな。こっちだね、飯は。何する？ビューラーメン。なん？そこ行く？うん。絵は行かんの？行かん。ここがいいな。で、ね、ブラブロンの大盛りと。エビとじ丼とこのなんか唐揚げのやつもよくね。うわ、まあ、これも唐揚げなんだよね。エビとじ丼。もう何ラーメンでしょ。ちょっと美味しそうなのって。え？この辛ネギ味噌ラーメンが美味しそう。もうそんなんどこでも食えるよ。後ろ待っとるぞ。食べれんて。味噌ラーメンにしようかな。どこでも食えるよ、その。食べれんて。友人が飛んでる。そこ A 型出すなよ、お前。マジで味噌、うん、そこ行く、どこ行く。お前ミニチャーハンセットにしよう。食べたい。もう食べたい。辛ネギラーメンとか美味しいよ。まだ早いんだ、お前。もう味噌ラーメン後ろ待ってるから。ミニチャーハンセット。私が一番。どうぞ。ありがとうございます。おっちゃん食えるの。注文してんじゃん。親子丼のチャーハン。なかなかやばい食いやつ。やばい、太る。いやいや、一番かいでしょ。マジ、うん、いいよ、みよ、先食べていいよ。もう温かいうちに食べや。食レポ。するんだけど。あ、マスクつけてない。それ前もだからね。見る限らず犬みたいな、お前。あ、いい。すいません。また視聴者に叩かれる。ドキリ全員やらしてって言って叩かれちゃう、俺。キノピもちょっと優しさアピールしてくるな。お待たせいたしました。ありがとうございます。うわ、デラうまそう。エナドリ、エナドリ。
親子の。どうラーメン、あ、でもどこ取れんかった。やめても。親子丼いきます。美味しく食べれるのか。食い方が汚いこいつとかめちゃめちゃ言って口だけで食うのが出るから喋るからね。俺そう食い方汚い、うなにしろってちょっと汚いと思う時ある。気にしなさすぎる。出る熱そう。熱いだよ、うん、まあ普通の親子なんか出汁が効いてんね。なんかこれ見てちょっとジメジメしとるじゃん。ちゃんと出汁通っとるっていうか。ジメジメ。なんちゅうの？出汁通っとる。うん、しっとりしとる。坂本さんも来た。上位に来とるやろ。ラーメン見えないじゃん。あ？ラーメン吸えなくなったんですよ。なんで？下火焼けたから。あ？もう下火焼けた？いつ？今は開いてないもん。あ、昔高校生の時かけとって、うん、まだ開いとんの。まだ開いとるの。そう、さっきからピノピーがめっちゃ美味しそう。これ何、さっきの唐揚げ丼みたいな。唐揚げ、エナトリ、エナトリ天丼。だから太るんだって。違う迷ったな、俺もエビとエビとこれいただきます。これも、これ太る。これも太りますこれも太る。やべ。あ、いいよ、これ。おえ、いい絵だね。いいね。いい絵撮れてる。エナ教だね。エナ教インタ。エナ教食べてるよ。どう？美味しい？普通です。なんかだ普通。でもなんか出汁がね、ちゃんと染み出るよね。出汁結構使ってて、うん、美味しいです。どう？普通です。普通ですって感じ。美味しい美味しい。美味しいよね。全然美味しい。うわ、サンドイッチ食いてえわ。デブ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 。卵サンド、めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。今、お昼食べたばっかり。デブ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 。いや俺これサンドイッチ食らんときゃよかった。あ、じゃあ、あれ食べんときゃよかった。これめっちゃうまそう、卵のやつね。めっちゃうまいでしょ、これ。俺はお腹いっぱい食えんけど。食べれちゃうっちゃ食べれちゃう。お前食べれる？食べれない。余裕で食べれる。これ2個だったらやばいな。てらうまそうやん、これ。あ、持ってきます。あ、あ、コンビニより先置いてこうか。はーい。こんな声まで出せちゃう、ミオ。はーい。なんかミオのキャラは定まらんから。あ？ミオのキャラが定まらん。それは視聴者に作ってもらう？なんかエロいな、それ。でもミオ、普段からも定まらんじゃん。あ？普段からも定まってる。そうか、定まってる。うわー、全部食べたい。こういうのが太る原因だよな。そうそう、さっき変わったよ。ミオもそれにしよう。 M しかないんだ。 M で、M しかないもんね。ねえ、おなら。え、なに。え、最低。L にする？ M にする？ママ近かったらお前知ってるわ。おじさんのおなら臭いんですよ、だって。360円だから。ここいい。すいません。あ、みんな L にしよう。だから言ったじゃん。髪長い。髪が長いね。そういうこと？だからミオは言ったのに M でいい。お前らも俺のせいにすぎだろ。そりゃそれはすぐそうやってなんかあでないこうでないって言って決断だけこっちにしてこんなとこ行きたくなかったとか言うやつ。こんなとこ行きたくなかったはないよ。いつも俺は決断を狭まれて決断ばっかしてお前。仲悪い。あ、入れるんですか。入れたいの。2個。2個入れる。はい。2個でいい。優しいな、中尾ちゃん。すいません。YouTube があって言ってたな、あの高校生が。あ、そっか。だからなんか気づいてくれてるから、めっちゃみんなで固まってなんか YouTube があって見てきたっすよ。話しかけたけど話しかけれんこおるじゃん。あ、そうやね。かけてもらえばいいよ。ねえ、まあ、かけづらいですよね。カメラ回しより YouTube かなと思ったのかなのかもしれない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。あと何時間ですか。
まだあと3時間ぐらい。まだまだ、あ、彼は寝ようとしてますもん。まだ3時間かかるな。マジ自然。すごい天気も晴れて超自然。雨だったね。そうです。超太陽が上がってきて。いいね。耳鳴りだと思うな。やばいですね。ずっと唾飲み込まないと。4時間ぐらいですか。そうだ、ちょうど4時間。そうだ、長旅ですね。疲れたわ。乗ってても。疲れたわ。もうだって終わりかけとるもんね、この感じね。うん、なんかもう疲れ切った人たちの顔してる。後ろで。一番疲れてる。俺めっちゃ元気だけど。一番疲れてるはずなのに。違う、これ案外後ろに乗っとるだけっていうのも案外体力使うからね。そう。俺めっちゃ元気。むちゃくちゃ都合よく言うけど。動画にして。動画に。ちょっと3、2、1。じゃあ何枚か写真撮ってからにして。見て。めっちゃ楽しそう。45歳とかもね。うん、少年だよ。すごい川も自然で超自然。すごいなこれ川、うん。あれ川撮った。撮った。超気持ちいい風が。涼しさだったらゴルフできる。北海道とかと同じぐらいじゃない。北海道って。北海道って。いや現在地の気温って何度なんだろう。17度。あ、分かった。インスタ適当に写真撮ってこうやって何度か分かるやつあるじゃん。そう、だから何度ってインスタってここで撮ったやつ何度って分かるじゃん。歩いてみる。でここまでのチューブトップのさ、はいはい、撮るじゃん、うん、でもこのスパッと入ってるじゃん。ま朝からおじさんが発揮しとるじゃん。またこピーだよ。本当にどうしよう、やばい。木の下ペンション2番通りで書いてあって1番通りでも書いてあるで、ね、5もペンションがあるんだろう、ね、木の下ペンションもあるじゃん。2番通り1番通りだ。これはまあ、 ちなみにそのペンションをまあ、キノピーが、まあ、売るなんていうよりは、まあ、貸してもいいんじゃねえかっていう話の動画を撮ったんですけど、で今日はまあこれ長い旅の動画にしたいと思ってるんで、まあ、ここから飯松本までいいの、ね、松本まで松本まで戻って明日ゴルフなんで、そうです、明日のゴルフ動画も別にあるじゃん。そうですね、おじ散歩みたいなところ、おじ散歩一泊二日おじさんたちの旅旅動画。45歳3人と20歳の娘。これミオが喋らんかったらマジで男の声のドーンって感じの声でしかないじゃん。なんかお前自分がお前この動画に色をつけとる。そうですよ、だってこのちょっとこの顔見えてないけど声だけでもちょっと明るさが出てくる。明るさが出る。足す色で入ってるわけだ。そうそうそう、それが私が色をつけとるわけだ。そうそう、今回だけは、じゃあ行きましょうか。はい、朝子ちゃん運転でいいの。はい、いいよ、もちろん。虫やりで早くしよう。うん、はい、乗って乗って。虫、うん、
でも良かったね。まあいい、綺麗だよ。思ったより全然綺麗だった。ぜひまたね、ちょっと興味あって、だからそっちの動画見てください。で、まあ、売りに出すか貸すかみたいな話もしとるんで、ぜひそっちの動画も見てください。楽しかったじゃあ。じゃあ松本行って酒飲もうぜ。じゃあ次のとこまでぶっ飛びますか。行きます。ワープ。ワープ。ワープ。ループ。はい、途中からすいませんけど。ホテルちょうど行って、今、ブロックと、長芋？おいしそうじゃないですか。長芋の唐揚げってあんま見たことなくないですか。あんま食べたよね、もうね、でも。うん。長芋？長芋。シャリシャリだよ。ねえねえ、箸持っとって手で食べるってやばい。詰まってるって。わだかさない。うまい。じゃあ感想をお願いします。この長芋はね、はい、どこさん、宮崎県産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 だね、これ。おー、分かるなんてすごいですね。これはね、うん、土が本当に太陽の光ですごい吸ってる。吸ってるすごい良い土ってことですね。すごい。なるほど、それほど美味しいと思う。なるほど、いい、いいですね。うまい。うまいですか。うまい。これ、いい土ですか。いい土だね。うまい、うまい。太陽の栄養をいっぱい取っとるね。ここ、ここってして山形村とか全然違う。宮崎どこから出てきたってレベルですからね。長芋とかって体にいいみたいなこと言うけど、本当食べ過ぎたらダメでしょうか。そうなの。そうだよ、体に悪いんじゃない。長芋食べ過ぎたらダメ。どうなんだろう。いや、長芋大好きなんだけど。理由で喋ってよ。いや本当なんか、いや結構食いもんって調べたんだ。ここにこうやって置いたらいいんじゃない。これ美味しそう。さ、これが山賊焼きだよね。これさ、そういうことね。うん、山賊焼きってどういうの。山賊が山賊っぽいんだよ。うん、だからオラオラみたいな感じでしょ。そうだよ。じゃあ見た時にちょっと粗いなと思ったもん。何も食べてるんだろうな。食べてるよ。ちょっと今これしたい。これしたい。マジで。え、ね、パパよりパパになってきてる。家族で話題になってる名前。一緒にいる時間長すぎて。お互いのこうだったよね、ああだったよね、多いじゃないですか、やっぱり。だから、なんか、パパよりパパで呼べる。パパがいたおるな。ただしもパパだし。一番のパパ、せやさんだし。いいなぁ。宮崎じゃないとこだって。勝手に言うな。さっきの宮崎が来んだ。勝手に言うな、お前。宮崎。手で食べるの、山賊は。山賊は手で食べるの、本当やめて、おもろすぎ。骨がついてるの。うん。これ骨付きやん。これ骨、骨を食わなかんね、これ。うん、骨のとこ。どこ食えるのか、もう。骨も食べれるよ、多分あなたなら。あなたなら大丈夫。味わったら大丈夫。ダメだった。これもしかねえもんなって。負けたか。負けた。かぶってもらう。ご主人様。ご主人様。すべるね。ねえ、おしっこちびるからやめて。もう絶対使うぞ。いや、ダメだよ。みよ、まだ女の子でやってるんだから。おしっこちびるぐらい。笑えた。おいしい。うん、うん。ビールがうめ。ビールがうめ。みよ、酔わせる。みよ、酔わして、おじさん3人でいじめてみたみたいな。すごい今なんかわざわざ見ようの顔でないけど今の本当に素でやばるわ。いや全然いいんですけど、狙ったかのようにもう真っ白ですよ。前に見えてもうふわーいだよ今。アメリカで煙をかけるとセックスするって意味だからね。無理で、ごめんごめん、無理あの本当に死んだ方がマシ。これお父さん見るから。オチ見るから。お父さんいつも死んでて6時ぐらいから。これじゃオチパパ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 今頃家族みんなで楽しんでるわ。でもすごいよな、この縁っていうかさ、
いやなんか今日ライブやっとってさ、とんないちゃん、坂本さんより社長、坂本さん社長より最高っす。うわっ、むかつく。だからそんなこと言わねえよバカ野郎。だかいうやつは乗ったわけ。楽しいとかいろいろライブの人も言ってくれるじゃん。ライブ楽しかったよ、俺は初めてやったけど楽しかった。でもこれってなんかさ、そういうのがさ、なんかそのライブの人が縁っていうよりも自然と俺がやってるこの縁っていうの、これのお父さんと俺は仲良かったから、その娘と大嫌いだった人が今一緒にずっといるんですよ。そうそう、なんかブログラブであんまり熱いこと言ってもしょうがないけど、このライブとかでもなんかいろんな質問とかクエスチョンとか出してくる人いるけど、でもまあまず自分の周り大事にする人って、でもそうじゃん、こんな酒うまい酒飲めて、うん、でもそうじゃん、だってキノピーのさ、あーそうだな、すごい楽しそうだもん少年間の最近また出歩いとるしな。そう、お腹いっぱい。あーお腹いっぱい。あーうまかったな。でもうん、美味しかった。先預けて、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。じゃあ夜の街へ聞いてく3人をお見送りして、違い方ね、じゃあるよ、どこ行く。でもどこ行く、間に合わないと、あっちの方でしょ。ハイボール。お前しかもデラズームになっとるやん。今やっただけです。じゃあ、はい、3人お見送りして私は帰るので。何時？ただいまの時刻まだ。ただいまの時刻8時半。今日は早めに帰れるのかなと。朝だけ何時か決めとこうか。あ、そうだね。はあ、9時。9時何分からでしたっけ、じゃあ9時何分からでしたっけ、ゴルフは。ゴルフ9時半なんで、じゃあ7時半。8時半に着くとして、7時半、7時半ですね。1時間くらいですよ、ちょっと余裕見た方がいいよ。まあ、じゃあ7時から7時半で、はい、1回また LINE 入れとくわ。はい、じゃあゴルフ場の名前何、お前決めといてよ、ゴルフ場の名前 LINE グループライトだ。Google でこっからの距離見て、あ、じゃあ LINE しますね、グループで。1時間だったら1時間前に着くように計算で、1時間、そのスタート時から1時間前でいいね。ああ、じゃあ楽しい、8時半着、気をつけて、嬉しそうだからもう気をつけて、夜の世界へ行くおじさんたちをお見送りするから、哀愁が漂う背中、おじさんが哀愁、気をつけて、さようなら、おやすみなさい、また明日。やだやだ、おはようございます。ごめんなさい。今エレベーターに乗ります。おはようございます。木下さんとエレベーターに乗ります。了解です。待ってまーす。ごめんなさい。ごめんなさい。はーい。なんで？待って待って待って。すいません。遅すぎて遅れたから。こっちか？お前ら襲っとるやん、ね、お前ら襲っとるやん、嘘嘘、あの、取らないことあるかもしれない、部屋が今だし、まさか4人とも短パンって来ちゃうし、お願いします、お願いします。ちょっと晴れてますね。そうですね、雨は嘘です。さっきかな、で他に2時間移動だけな、そう、誰1時間って言った人って思いながら私は昨日なんでそんな遠く行ったの、1時間ってまあまあ名古屋から三重鈴鹿まで行けるって、ね、だから1時間ってなんで1時間ってなったんだろうなと思って、多分絶対ヒノキ間違えとんだってそれであのミスでしょこれ、降りてからちょっと山登らなかった、確実にミスでしょこれすごいなんかゴルフの朝って感じで、みんながそんなことでも敵やるんだしょ、で昨日11時半ぐらいに帰ってきたでしょ、これ 2.5 って書いてある、そうだな、2時だって2時
嘘、なんかめっちゃ騒がしい勝信みたいな声の人いて、うわこれ帰ってきたなと思って、うん、早く帰ってきたんだと思って寝たのに見よう。嘘、騒がしいだろ、静かに帰ってこいやと思ってって思ってたんだって11時半ぐらいですよ。だって昨日の夜はどうでした、消えていった三方は。三九三新三三四で動画で言えるかもしれないわあみんな鼻に上がったけどダメだったか、最後のチーンがダメだったか、見事なほどにみんな空振り三振でもはやもう褒め出すことつらいやろ今日布団の中で歯磨いたから俺泣かしたけど寝れんくて4時半ぐらいまでグログログロゴロゴロゴロしちゃった。マジで、うん、すごいね。それで起きるってすごいですね。あ、もうなんか逆に元気だよ。そう、もうなんかもう強烈な45歳なんですけれども。ここやってくる？小林さん、アイスコーヒー飲む？お前飲むの？うん、飲むよ。M サイズ。あ？M サイズ M かな、じゃあ M かな、カフェラテにしようかな。 M コンビニ男おじゃんにする。うん、いいよ、やろうかやろうか、やろうか、面白いね。コンビニ男おじゃんけん、これでもタバコも買うからね。いや、お買い物じゃあ全員一人行くんですね。いやいや、これもだって皆さんにお世話になってるからね。ちょっと勝ちたいと。勝ちたいよ。勝ちたいよ。まあ、よいしょ。名字はこれにしよう。で、みんな一人ずつタバコね。みんなが。じゃんけん、じゃんけん、ぽい。ほら、宣言通り二人が。宣言通りの二人が。じゃんけん、じゃんけん、ぽい。4819円です。ありがとうありがとうございます。しっかり、しっかり買ってくれました。残念です。残念です。残念です。悔しいです。めちゃくちゃ笑顔ですけどね、二人とも。いやー、あの場所も違いだな、そこら行く行く行った。よいしょ、お願いします。チンプレーばかりかもしれん、社長がぶっずっこけるかもしれんし、バリバリすんごいのやってるから、すんごいチンプレーだった。すんげえチンお願いしますね。ミオが池に落ちる。なんで私落とすんですか。池に落とす、落とす。なんで私が落とすんですか。泳ぐみたいな。泳げんってミオ。さあ、どうなる。お腹、お腹シートベルトで誇張されてるから。そう、赤ちゃんやばい、やばい、二人がやばい。誰も兄弟みたいな感じで二人で。前もこっちはもう20年ぐらい臨月でやっとる、ね、でもなんかそんな、なんか木下さん出てる感じないけど、なんかあなたがめっちゃ出てるように見える。服かな。お前なんか違う違う、こうやって見るとね、別にそうやって見たら思うけど、カメラで見るとめっちゃ出てるように見える。今は見えん、やって普通にデブ。すごいよ、こんなトンネルなかなかないよ。あれじゃない、あ、ほんとだ、なんか家みたいなのがでしょ。あ、そうだよ、やばいっすね。なんかいい感じじゃん。いい感じ、すごい川。はい。すごいなんか教会みたい。うん、
ダムスファミリーが住んでそうじゃない？アダムスファミリー知らない。デレレレデレレデレ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 レレ。おじさんがハモってるけどわからんわ。着きました、ゴルフ場。ジョニーバックはセルフだね。靴も履き替えた。意味見て。さあゴルフ行きますか。さあ出発です。さあ出発ですか。さあ行きましょう。さあ昼飯食うか。早っ。めちゃくちゃいい景色、自然って感じで。おお、社長さんすごいですね。社長さんすごいですねって。おお、すごい。え、惜しい。おお、うまい。おい、入った。嬉しい。社長さん行きますよ。おいねー。おー。あ、ゆっくりゆっくり。はい、ゴルフ終わりました。はい、ゴルフやったん今日。帰りいいですか、ね、本当に。大丈夫大丈夫、ありがとうございます。でも俺そんなにスコア悪くなかったもんね。デラマのミュウちゃん、俺に運転できる時はないよ。ないっすよ。すいません。なんて言ったって寝不足でテンションおかしいんでって。テンションおかしいんで。いきますね。お願いします。これで2日間の旅は終わりですね。コンビニ行こう、とりあえず。そうですね。ね、ケーキ食べたい。男気だな。甘いもん食いたい。旅も終わり。今から帰るんですが。はい。ゴルフはね、またゴルフ動画3ホールだけ、後半の3ホールだけちょっと動画にしようのと、はい、前半何別荘行ったんか、昨日。そうですね、昨日の別荘ね。急遽ね、ネットで買う人か、それから家賃でっていう人もちょっと探してますみたいなのやってますけど、はい、その1本動画になってますんで、はい、そちらも見てください。お願いします。じゃあまた皆さん旅に。すみません、僕ゴルフ中ちょっと寝不足で変なテンションになりました。やばかったね、ちょっと昨日寝てなさすぎてちょっとテンションが上がった。なんかフラッシュバックしたんじゃないの。ナチュラルハイちょっとナチュラルハイやってました。ナチュラルハイやってましたね。また皆さん、じゃあ二階堂上 YouTube、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。あ、実習生ビジネス、あの特定技能ビジネス、特定技能ってあの外国人の特定技能だね、はい、をちょっとあのいろいろ説明勉強などを兼ねて月に1回第3土曜日にあの理事、鈴木理事っていうのがずっとセミナーやってくれてますんで、ぜひそちらの方すごい勉強になるし、まあ、質問などもできるので、はい、お金がどうだとかこうだとか、まあ、そのなんかやってくださいっていうことじゃないんで、勉強まず発信から、ね、始めていこうと、まあ、すごい勉強になると思いますんで、ぜひそちらの参加もよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みなさん、またねー。ここでもう閉めていいの。